はい、それでは次に小林さんの長所と短所について教えてください。はい、私の長所は2つあると感じています。まず1つ目はリーダーシップを持ち、人々をまとめることができると感じています。その理由に、私はアメリカの陸上部で部員数約100人以上の生徒をまとめ上げていました。その他、日本では風紀委員長などを行っていました。2点目に、物事をコツコツと行うことが得意だと感じています。いや、私は長期的なプランを考え、TOEIC のテストで570点から805点まで点数を上げることができました。私の短所は、人々をまとめようとするがために少しおせっかいになってしまうところが短所だと感じています。以上です。はい、ありがとうございます。